ってくれ。連敗痛い、これは痛い、最後までしびれる試合でした。これは痛い、宗の2点タイムリー、東の先発好投1失点、リリーフ陣も宇田川イニングをまたいで、そして9回平野で抑えました。はぁ、これはこの負けは痛いな。これで甲子園での日本一決定の胴上げもなくなりやな、なくなったな。これはもう3日以降になりましたね。いやもう最後